きまして、僕が3年前にお世話になりました麺屋赤丸さんをご紹介したいと思います。はい、整備堂の次に、青山選手が働いていた思い出のバイト先麺屋赤丸の、畑中社長です。お願いします。はい、お願いします。お願いします。お二人お会いするのはどれぐらいぶりですか？まあ、ちょくちょく来てくれてるんで、会うは会うんですけど、じっくりゆっくり話したことは最近ないですね。そうですね、久しぶりだったんで、なんか疲れたんですね。はい、うん、結構ハードな仕事なんで、ね、なかなか慣れないですね、やっぱり。本当来てて結構感じではなかったです、うん、でもなんかその手つきとか見てると、やっぱ昔やってたんだなっていうのはすぐ感じたんですけど、まあ、見た目だけあ、そうだね。あ、でもまあ、真面目にずっとやってたんで、まだ覚えてると思いますわな。食べてくれた？はい、いただきます。久しぶり。はい、いただきます。まあ、周辺味噌ラーメンが大好きなんですよね。はい、それは味噌チャーシューです。味噌チャーシューです。すごいんですよ、もうチャーシューが美味しいですこの厚切りチャーシューと、すごいですね、こんな厚いんで最高です。もともと僕はファンだったんですよ。バイクロードレースやってる時から応援に行ってて、まあ、それでうちで働きたいって、はい、まあ、びっくりしたんですけど、本当世界で戦ってた男がラーメン屋で働くて大丈夫かなって最初はちょっと心配だったんですけどね、真っ青な顔してきたんですよ、はい、あの奥さんと、ね、かなり危機だったんで仕事が急になくなっちゃったって感じで、で、まあ、とりあえずやってみなってことでやらしたんですけど、まあ、とにかくね、笑顔が絶えないんですよね。本当に世界で戦ってきて、こういう町のラーメン屋で働くのは本当に嫌だと思うんですけど、まあ、とにかく笑顔がものすごいいい笑顔で働いてくれるんで、あ、こいつはいけんじゃないかなって、うん、まあ、ちょっと思ってたんだけど。私は赤丸ののれんをこう最初にもう叩いた時の気持ちって今でも覚えてますか？あ、覚えてますね。まあ、本当に普通に最初食べに来て、で、まあ、僕こういう状況になっちゃったんですけど、今アドバイス探してるんですって言ったら、じゃあうちで働けないみたいな、まあ、本当ですかって、いつからですか、明日からでもいいですか、どういうみたいな、本当ですかっていう感じで本当にそれをきっかけに働かせてもらえて、でその毎日出る時もあれば、そのレースっていうか、そのインストラクターとか他の仕事も掛け持ちをしてたので、でいろんなフレーズ、ボールからレジから払わないからいろんなものやってもらって、で空いてる時に何でもできるようにっていうふうにさせてもらって、すごい勉強になりました。お客さんと接する機会もあったと思うんですけども、はい、何かそこで学んだことってありますか？今まではなんていうんですかね、その日が当たる場所にいて、逆に今回この働かせてもらって、うん、逆にそのお客様に対して僕たちがこうもてなすじゃないですけど、うん、っていう逆の立場からだったんで、すごい新鮮っていうか、改めてその、まあ、ロードレースに対しても、うん、なんていうんですか、違う心構えというか、うん、こう改めて思うことはありました。ね、いやいやじゃなく、いい笑顔でやってたんで、お客さんにもお客様にはもうありがとうって感じの笑顔でね、評判はすごい良かったんですよ。で、彼がロードレーサーって知らない人もお客さんも結構いますんで、まあ、いいお兄ちゃん入ったねみたいな感じで、よく言われてました。その時働いてた時のこう心境っていろいろあったと思うんですけども、はい、どんな気持ちで働いてたんですかね？急にその走れる環境から引きずり落とされたって感じで、あとどん底だよね。本当どん底で、家賃は払えませんっていう状況になっちゃって、まあ、そこに救いの手を差し伸べてもらったんで、
もう本当無我夢中に、うん、働ける限りは働かせてもらおうっていう感じで、まあ、とにかく迷惑をまずかけないように一生懸命覚えて、うん、そういう意味では畑中社長は恩人ですかね。あ、はい、本当にそうですね、はい、意外とね、覚えは料理が得意なんですよ、彼は。もう教えたことをトントンやっていくんで、まあ、こっちは別に苦労もなく、使わせてもらったって感じなんですけど。得意分野何かあったんですか？得意分野ですか？レジ打ち皿洗い、皿洗いも、サービスもできるし、料理運びもできるし、まあ、それで調理もまあすぐ覚えるって、まあ、だからオールマイティーなあれですね。だからこのままオートレスで行かないでもラーメン屋でも行けんじゃないかってちょっと思ってたんですけど、ここでいろんな修行を積んで、はい、こんなオートレーサーになったんですけども、はい、実際にオートレース場は行かれたことはありますか？今まで一回もなかったんですよ。興味もなかったんですよね、はっきり言って。でもまあ周平がそういう世界に行くってことで、ちょっと応援に行くような形でオートレースやってみるとものすごい面白いですよね。選手のその状態とかいろいろ考えながらその車検を買うっていうのがすごい楽しくて、ちょっとハマっちゃったとかありますね。またロードレースとは違ったこう魅力というか 音も違うですし。そうですね、まあ個人的にもう周平だけを応援してロードレースの時はやったんですけど、オートレースになると、まあ、周平も切らなきゃいけないってこれは無理だなっていう時もやっぱりありますよね。実際デビューしてからまあ14連勝です、はい、でまあ13連勝で優勝とかだったんですけども、はいはい、そこまで活躍するとは思ってました。ある程度はやると思ってたんですけど、でもここまでね行くとは思ってなかったですね、はっきり言って、まあでもこれからでしょうけどね。まあ最初はやっぱロードレースの経験を生かして、まああれだと思うんですけど、これからですよね、ね、勝負はね、かつてお世話になった本陣の田中社長にこう何かこう今だから言えるメッセージありますか？今だから言えることですか？はい、よくさらわってすみません。割ってどうしたんですか？いやもうそのまま、まあ、そのうち返してもらえますから。よくあるんですよね。何でも。とにかくすごい混むんですよ。ちょっと混むんで、早くやらないと、早く効率よくやらないと、すぐ溜まっちゃうし、お客さんも待っちゃうし、で、冬とかになると寒いから早く入れさせないといけないし、で、夏だと暑いから、ちょっとでも待ってもらうの、子供とかいたりしたら、やっぱり中に入れてもらった方がいい。優しいですね。やろうっていうとか気持ちが絡まったら、あ、すいませんみたいな。まああれですかね、今となってはいい思い出。そうですね。だから自分もこの青山周平と一緒で働いてたっていうのは結構誇りですし、ありがとうございます。やっぱこの笑顔はねいいんですよね。やっぱ不安ですもん。雇ってた身としても周平の不安ですから、とにかく頑張ってほしいですね。選手として、はい、成績とかそういうのは別にして、はい、青山選手にどんな選手になってもらいたい、人間になってもらいたいってありますか？とにかくじっくりやってほしい。慌てずに息の長い選手になってほしいですね。最後何か社長に、いつかは赤丸を買い取れるように、はい、そのぐらい立派な選手になりたいですね。頑張ってね。はい、SG 何個ぐらい取ればいいかな？ SG ですか？何個ぐらい取るのか買い取りますかね？いや、それは社長との交渉ですね。はい、いやでも本当に、ね、赤丸はなんか周平がすごいもう愛してくれてるんで、本当にそれだけで俺はもう嬉しいですね。本当に。じゃあぜひ末永くお付き合いされて、はい、よろしくお願いします。今日は本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。